91式軽貨車は、日本陸軍鉄道連隊が使用した、応急運転及び鉄道不設用貨車。学南電車学南富士岡駅に留置されている、日本陸軍鉄道連隊91式軽貨車貨物、鉄道博物館所蔵の91式軽過車一般鉄道の軽便化車を参考に、軍用向けとして製作されたもの、設計者は91式後期検員車と同に、 青村恒次郎隊員である。1928年8月設計に着手し、1929年3月、姿勢完了した。同年4月、鉄道第一連帯作業場において、試験を行った。成績は、おおむね良好で、その後1930年3月2両を姿勢し、さらに一部改修の上4両を姿勢した。 1930年11月には、市政6両と、陸軍兵器本省長弁の24両、合計30両に91式後期検員者3両を併用し、教育総監部主催のもとに、各幹部及び、鉄道連隊より、試験員を編成し、鉄道第一連隊の兵員により試験の結果、成績良好、実動8時間に 4km の付設を行うことが、できた。 以上により、正式機材として、適当と認められ審査は終了し、1931年から1938年にかけて量産された。本社は、台車に、架橋1、旋回化により構成された、積載許容荷重5トンの貨車である。不設車、超材料運搬車及び、無害化車として使用できる。不設に使用する場合は、かただしを外し、 台車上に旋回化を装着する。臨居は 1524mm、1435mm、1067mm の3種機関に容易に改め期対応できる。また当時として珍しく、車軸にボールベアリングが取り入れられ、空車なら2名で押して動かせるほどの改善がなされた。戦後、本土に残存した車両の一部は国鉄、私鉄や民間会社に払い下げられて、 保線作業などに使われていた。ありがとうございます。